はい、メンリーマット店の高畑です。ですね、皆様のご家庭にもですね、プリンターって何台かあるのではないでしょうか。私もですね、年賀状とかダイレクトメールとかの印刷に使ったりしてます。ところがですね、結構使っているうちにですね、紙の方の用紙ですね、休止がうまくいかなくなるってことはないでしょうか。特にですね、思うのですが、インクジェット専用のハガキとかで、ね、厚手の紙ですね、とか、インクジェット専用紙とか通しているとですね、なりやすいような気がします。で、通常でしたらですね、あ、もう壊れたかなと思って修理出すこともあると思うんですが、実はですね、原因がですね、ほとんどがローラーの汚れっていう場合が多いと思います。そういった場合にですね、ローラーの汚れをですね、きれいにするという、そういうものがありますので、ご紹介したいと思います。はい、それがですね、はい、こちらになりますね。はい、これはインクジェット専用のタイプなんですけども、プリンターのクリーナーですね。プリンタークリーナーと言われるものですね。知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは何をするものかと言いますと、これはですね、粘着シートになってまして、この粘着シートを利用して、プリンターのローラーの汚れを取るというものになります。はい、使い方はですね、片面が粘着シートになってますので、例えばローラー、多分上下にあると思うんですけども、例えばこれの使い方でいきますと、まず粘着面を下面にして休止して、で今度は上面にしてまた休止してあげる。ということによってローラーがこの上ですね、転がった面がのゴミを除去してくれるっていうものになります。ではですね、早速こちらの方を使用して、プリンターローラーですね、そちらの方をきれいにして、休止が戻るかどうか試してみたいと思います。はい、まずはですね、こちらのですね、離型紙を剥がします。そうするとですね、こちらの面がちょっと粘着性のあるシートになってます。それを、一応説明書通り下面に粘着面を入れてプリンターにセットします。そして休止ボタンを押します。はい、するとですね、わかりますかね。こちらの方にですね、黒い汚れですね、ローラーの汚れがついているの分かりますでしょうか。はい、次はですね、表と裏を変えまして、再度休止ボタンを押してローラーに通します。はい、こちらの作業をですね、2、3回繰り返していきます。こちらの方はですね、休止ボタンとかないプリンターもあると思うんですけれども、なければですね、例えばワードでもテキストデータでも何でもいいんですけれども、真っ白なデータを用意してパソコンで、プリントアウトをかけるといいかなと思います。先ほどスリップしたハガキですね、それをセットして印刷してみたいと思います。はい、このようにですね、先ほど休止できなかった、紙ですね、それがスムーズに、休止されるようになりました。はい、こんな感じでですね、プリンターの休止の不具合ですね、簡単に、直すことができますので、よかったら試してみたらいかがでしょうか。こういったものですね、普通の、家電量販でも売ってますし、Amazon でも売ってますので、そちらの方で購入して試してみてください。